ワウスクイーン。タヌキの飾り物が上からこうドーンと、遠くから見た時にクマモンにも見えます。でもタヌキなんですよね。あれ見えます？ほら、上からタヌキがぶら下がってるんですよ。タヌキ祭り。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて、本日は北海道札幌市にございますベガスベガスたぬき工事店さんにやってまいりました。北海道日記は今回で2度目の北海道上陸となります。そして今回も入場は先着順での入場ということで、抽選も整理券の配布もございません。多くのお客様並ばれておりますけれども、早速列に並んで開店の時間を待ちたいと思います。北海道日記、前回532は悔しい結果で終わってますので、まあ、ここはこの北海道で連敗しないようにしっかりやっていきたいです。それではシーサの街道日記第533話、よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。よしやるぞ、何打とうかな。よしやるぞ、何打とうかな。化け物語いきます。こちらから収録の方を行ってまいります。よろしくお願いします。さあ、街道日記は今回で2度目の北海道上陸と北海道収録となりますけれども、先月初めてお邪魔したのは6月、その時はですね、3日連続の北海道収録で、結果的には3日間のトータルではまあいい成績を残せたという北海道遠征になりましたね。今回は今日と明日の2日間、さあどんな2日間になるでしょうか。狙っていたのが座れなかったとか、狙っていた台に座ったとか、まあそういう形じゃないんですけど、入場してちょっとこの辺りの雰囲気に気が向いてですね、窓マギか化け物語か、そういうところで化け物語座ってますけど、天井ヶ原木崎さん、犬の下に思ったら、ようやくここでレア役出現となりそうです。チャンス目、ゲーム数は55ゲーム、最初のチャンスはチャンス目からということになります。さらにここはチェリーが続きます。強ゼリー、チャンス目強ゼリーの流れ、高校回復の儀、1回目の当選に期待していいでしょう。開始直後から左の台はハッピータイム、バイバイチャンスといい流れ作れてますからね、しっかりついていきたいです。さあ来ました、開始の儀突入のチャンスです。ゴールデンウィークその後のことさあ、ここは羽川翼さん登場ですが、会場の儀言ってくれ。よし、ゲーム中は64ゲーム早い段階でチャンスコーンはゲットです。いくぞ、触るのがストレスだから、回復化け物語、やはり通常時はこの会場の儀にいかに入れれるか、そしてそのチャンスをしっかりつかめるかどうかが鍵となります。いいですね、2ゲーム連続荒垣くんのパットに来ました。ここは赤まで行ってほしい、いや揃ってほしい。残り12ゲームで早くも赤です。期待して良いのではないですか。3回目の荒垣くんパットインです。レインボーに期待します。変わらず教えてくれ。
誰かのストレスだ。よし、いいですね。ファイルが長い、よく止まります。レインボーには行きませんでしたが、ここは12体のできるクライマックス選出ではないでしょうか。参ります。忍ぶカットインでも欲しいところでしたが、これもボックス。突入ゲームは特にチャンスアップなし。さあ出てこい忍ぶ、当たりです。ゲーム数は83ゲームでした。できます。早かったですね。100ゲームを消化する前にまずはエッジ挑戦、良かったと思います。まあ、時間がある実戦ですから、序盤中盤で多少苦しくても何とかこう巻き返しを図ることができると思ってましたが、もちろん序盤からの後半戦、これが一番嬉しいですからね。しかしまだいいスタートというには早いと思います。最初のハッピータイム中、バイバイチャンスはありませんでした。154枚を獲得して終了となります。ここは早めに次のハッピータイムを迎えたいですね。結構バイバイチャンスがない AT、まあ、150枚ほどを繰り返して伸び悩むこと多いですから、早めにそれも打開したいです。今日はさあここで2回目の AT につながる回復の儀獲得となるか。 AT 終了後カイジレンに期待です。しかしちょっと微妙な感じでしょうか。文字も小さく、上落も小さく、ステージも終了です。やはり早めにこうプラス分のコインを持って進めていきたいですからね。長い時間マイナスで投資分に追いつけるかどうかという実践をしてしまうと、結果的に勝てたとしても小さなプラスということが多いですから、早めに余裕を持ってさらなる高みを目指しますと、そういう収録にしたいですね。ゲーム数は200ゲームを超えたところとなります。ボタンなし。ダメか。ちょっと今のは残念でした。赤になった後も回復から止めてましたので大丈夫かなと思いましたけど、挑戦です。再びチャンスゾーンのチャンスが来ました。よくチャンス目の来る台ですね。さあここは続けざまにカイジの儀突入となりそうです。その後のこと、キリン柄でしたね。キリン柄でしたね。おう、これもうそのまま AT に行くパターンじゃないでしょうか。カイジの儀が終わって、おそらくカイジの儀前兆中に引いたチャンス目、 AT 直撃という結果でした。2回目の AT までは225ゲーム、投手はこれで47枚の9本となっております。それでは行きます。2回目のハッピータイム、1回目の AT 挑戦までは100ゲーム以内で浅い投資でしたが、すでに投資が9本、923枚の投資がありますので、あ、すいません、
423枚ですね、どうしまして。ここはしっかり乗せないと、おう、隣バイバイします。来ました。配当は5枚からのスタートです。そして5枚に成功。配当上がりますね、ここは。7枚、配当7枚となりました。さらに恋愛役、上がれ。バイバイチャンスに入ってこうやって恋愛役来ると楽しいですよね。今度はチャンス目です。これで10倍。12倍です。上乗せ枚数はこれで100枚を超えます。配当上がれ、配当上がれ。成功です。配当はこれで8枚。はい、最初のバイバイチャンス、上乗せ枚数は128枚でした。これで300枚を超える達成にはなりますが、ここまでの投資が423枚ですから、まだ足りませんね。まだ。いや、しかし2回目はエンジン突入直後のバイバイチャンス。1回目よりももちろんいい流れになっていますし、エンジン間追加投資はしましたが、それほど大きな流れでもないですから、まあ、このスタートというよりは順調な立ち上がりという感じですかね、今日は。ここまでのようですね。AT 間大きなハマりではありませんでしたが、投資分は上回れて、はい、これで2回目のハッピータイムは終了となります。315枚の獲得でございました。この3ゲームで引き戻せれば投資分を上回る獲得にはなります。次のゲーム、レア役はなしなしです。あとはこのあと開示の儀で3回目の AT 当選となるかどうか、まあ、なればそこは逆転のチャンスとなりますよね。すでに投資分まであと100枚ちょっとというところまで来てますので、かなりお気づきの台数も多いですよね。まあ、こちらは前回いい結果に恵まれたミリオンゴッドが並んでますが、やはり朝から元気いっぱいのコーナーです。まあ、こちらもですね、ガルパン、そして化け物語、その奥が魔法少女マドカマギカとなってますが、もう本当にどのコーナーもまんべんなくという感じですかね。さあ、今日は朝から化け物語スタートとなってます。なかなかエンジン伸ばせてないですけれども、まだ投資の方もそんなに大きくなっていませんから、どこかで一つポーンと伸びればもちろん勝機ありという感じになるでしょうから、やはり朝一座った AT 機、もうこの台で結果を出すという気持ちで打ってますから、そろそろ欲しいですね。1000枚から5000枚くらいのハッピータイムが戻ります。AT が終わってからのチャンスゾーンはこれが3回目ということになります。275ゲーム、さあ9回目のチャンスとなります。あ、変わった、このタイミングで変わってくれた、面白い。時間ちょっと遠かったですけれども、567ゲームようやく3回目のハッピータイム突入です。ちょっとこれは手が立つでしょう。157枚です。伸ばせませんね。274枚バイバイチャンスありましたけれども、それほど大きな獲得とはなりませんでした。チャンスは外してきてますが、ここはもう当てないと、この回数の引きが終わったらちょっと追うのも躊躇します。毎回のように AT
直後は強敵に行くかチャンス目かにつきますね。だから実際のところとの新たに海津の木に同点してるのか海津れたのかと分からないところもありましたが、結果的にずっと海津の木がループしてる感じですね。この大きな白いドーナツ、どんな味がするんでしょうか。さあ5回目の AC が終わってから63ゲーム、ここもまだ早いところです。この場が本当に何とも言えませんが、ここはレア役。ファイズの日の中で久しぶりにレア役を引きました。さらにここで朝までなるか。よしなった。結構今回早いですよ、赤まで来たのが。レインボーあるかも、レインボーあるかも。さあ6回目の AT 当選となるでしょうか。ジャグリナーだ。戦国などとはただの嫌い。もらいました。これが6回目のアンピタイムとなります。投手は1000枚超えてしまいましたけれども、ここはゲーム数83ゲーム、そして持ちコインも残しての当たりとなります。6回目のハッピータイムに参ります。そろそろですかねなんて言い続けて6回目、そろそろでしょう。ありますよね、でも化け物語は何度も何度もこう AT 旗当たり繰り返しながら伸ばせず、本当に獲得枚数が少ないまま終わってしまうということも。でも今日はそんな実践にしたくない。バイバイチャンスはここも入れれて、3回目、4回目、5回目と獲得枚数を引き継いで302枚の獲得となってます。3ゲーム間の引き戻しは今日は一度もありません。6回目の AT が終了となります。結局ハッピータイム当選は6回あったんですけど、6回の AT やりながらバイバイチャンスは2回のみと、大した獲得枚数も得られず、ここはもう開示の気もなさそうな感じですね。他の台見てきます。はい、2期締め穴場ごとハーネスにやってまいりました。現在投資の方は23本ございます。そして持ちコイン200枚ほど持っての移動ですね。こちらまだ AT 当選のない302ゲームという空き台です。持ちコイン200枚ほどですから、まあ100ゲームちょっとという感じですかね。回せてこれで当たりが引けるとは、まあこれで当たりが引くのは難しいだろうなと言おうとしたんですけど、いきなりここ黄色背景のヘルゾーン来ましたね。まだそんなに回しておりません。これ当たったら嬉しいですね、持ちコインで。当たらぬか、2ゲーム連続中断リプレイでございます。直後のヘルゾンだっただけに当てなかったです。200枚ほどの持ちコインを持っての移動でしたが、その持ちコインの中で黄色背景のヘルゾンが2回とチャンスは巡ってきました。しかし物にできず、ここは
追加投手となります。総投手は24本目体ごたまですが、まず1本目の投手です。なんかドキドキしますよね。やっぱりハーデスの通常時というのはいろんな意味で。おお、チョンセンヒスから紫なら揃いました。501ゲーム。どうせフェイクリプレーだろうなと思っていただけに嬉しい当たり。持ち込みに飲まれて追加投手にはなりましたが、ハーデスでは追加投手2本、総投手は25本です。参りました。これは打席ならですけど嬉しい当たりですね。ジャッジメントまで相当負荷はありませんでした。黄色背景のヘルメットを2回外した後、ここからハマったら嫌だなと思っていたところですので助かりましたね。ヘルセブンで来い。ヘルメロスです。ゲームが何十ゲームであろうと、この中で大きな展開が欲しいですね。50ゲームか。50ゲームのスタートです。何か来ないかな、50ゲームはちょっと少ないですよ。せめて10でも上乗せ欲しいです。嬉しい当たりでしたが、結果的には132枚終了です。最初の当たりが伸びてくれればよかったんですが、50ゲーム上乗せもなく終わってしまったゴッドゲームの後、ここからまたどうするかというのはもちろん考えなくてはいけませんが、どこまで回すかというところはある程度決めていった方がいいでしょうね。ただずるずると投資を広げても仕方ないですので、どうしよう。何時ぐらいですか。厳しいですね。飲まれてやめるか、持ち込んで飲まれタイプいくか、これだけ交換するか。結構でも飲まれたらやめますとか、持ち込み少ないんで飲まれタイプいきますって言いますけど、手元のコイン150枚ほどでしょ。交換することにも意味あるんですよね。これ明日があるので、ハーデスはやめます。ハーデスやめます。もう回しても仕方ないので、どうしましょうかね。今回のたぬき工事店さん、ちょっと厳しい状況になりましたね。当たりは結構あります。化け物語でも解除の儀ハッピータイムと何度も迎えてました。アナザーゴッドハーデスも結構当たりあるんですけど、とにかく AT 中が今日は何も引けないというところで伸び悩み、 AT 間で追加投資した結果現在40本ですね。明日があるんで、ここはいや打ちます。なんか打ちます。ちょっと今なんか打ったがいいよって感じました。なんか打ちます。ただゆっくり打つ時間はないですからね。南国物語スペシャルいきましょうか。さっき目の前にあって結構台が空いてるので意外と狙い目かななんて持ち込んで移動します。そりゃ当たる可能性もあって、1回当たったらある程度の獲得になる可能性もある台作った方がいいですよね。この辺りしましょうか。当たりゼロ、当たりゼロの
りスペシャル、南国物語スペシャル。40本マイナスですよ。はいはい、今日はこちら2度目の収録となりました、ベガスベガスたぬき工事店さんです。朝一は化け物語に座りました。そして通常時はかなりチャンスゾーンにも突入し、そしてハッピータイムの当選も何度もありながら、伸びないね伸びないねって言いながら AT 伸び悩んで、最終的には創造紙が47枚の40本、1880枚のマイナスという結果でした。そして北海道収録は今回京都明日の2日間ありますので、マイナススタートとなったのが残念でしたけれども、また明日しっかり勝負していきたいと思います。以上、シーサーの街道日記第533話でした。次回の街道日記は、朝からホットな機種に座るシーサ、燃えたぎる心を今とつ放て。次回、シーサーの街道日記第534話、ファイティングスピリッツ。次回もよろしくお願いいたします。